街角形成では福井ゆかりの作家や作品を毎月シリーズでご紹介しています。今回は小説、評論誌など多くの名作を発表した中野重治についてご紹介します。中野重治は1902年に現在の丸岡町に生まれました。子供の頃は毎日のように丸岡城を眺め、その素朴な美しさに惹かれていたといいます。現在の藤島高校を卒業後、詩や小説を書き始め、23歳で初めての同人誌ラゾーを創刊。戦後には政治と文化の両面で目覚ましい活躍を遂げました。その後、丸岡で過ごした少年時代の思い出を題材にした小説梨の花などで数多くの文学賞を受賞。小説や詩、評論などで多大な業績を残し、1979年に亡くなりました。故郷である丸岡町には中野重治の生家跡が残っています。毎年8月には重治を偲んで口なし記が開かれています。35回目となる今年も全国からファンが集まり、喧嘩や詩の朗読が行われました。また丸岡図書館には中野重治記念文庫があり、重治の愛用品などの遺品や遺族から寄贈された蔵書が展示されています。中野重治は作品の中で丸岡を描くなど、ふるさととの関わりを持ち続けました。重治やその作品に詳しい佐田道明さんにお話を伺いました。梨の花という作品ですね。で、この作品では一人の少年がどう成長していったか、その少年が自分以外の他者とどう関わって生きていったかというふうなことがですね、こと細かに書かれているわけですね。その感性がいかに豊かに、いかに激しく、いかに優しく、この働いていたかという、中野重治の文体は実に回りくどい、ぐねぐねしている、もともとしている、のろのろしている、まさにその特徴が福井のその表現なんですね。福井県の各家庭に梨の花一巻が必ず一冊ずつあるというようなことを私は夢見ているところがあります。圧倒的に故郷に対する、関心といいますかね、理解といいますか、知識といいますか、これが豊かであったと思います。他にも子ども向けの簡単な文体で故郷での暮らしや風景を描いた小説、おばあさんの村など児童文学でも福井と関わりの深い作品を残しています。県立図書館や丸岡図書館では中野重治や妹で詩人の中野鈴子の作品を読むことができます。ぜひ足を運んで、ふるさとを思い続けた作家に親しんでみませんか。